早いな、やっぱインスタは。ケンケン、こんばんは。おお、パナちゃん、眠い。久しぶりすぎて顔が変わった。おお、けそけそか。お疲れ様です。加工じゃないのよ、久しぶりに顔出したら顔変わっちゃったよね。なんかあんま変わんないんだな、TikTok の。閲覧と。フォロワーに比例しないんだな。みんな寝ました。なんで知ってんの？共有してんの？いろいろ話をしてんの？クマに。インフルで全身痛くて眠れません。最近ルーキーズと青い春見て高岡さんのこと好きになりました。ありがたいですね。あ、チーだな、こっちだな。これアイコン違うからわかんないな。えちゃんね、怖いって言わないでよ。そりゃ怖い顔にもなりますよ。店長続編楽しみです。ありがとうございます。楽しみにしてください。一緒に野球して。何触ってる場所、なんで触っちゃいけないの？なんかインスタの方が直に話してるって感じするよね。お、健吾さんありがとうございます。789、小学生の時からファンで、もう30歳になりました。アムアム。お、TikTok ライブも見てました。嬉しい。嬉しいな。インスタでは TikTok の宣伝してないからね。知らない人も多いんじゃないかな、インスタの人たちは。授乳中、ちょうどそんな時間。
お、コラボ T シャツありがとうございます、レイさん。やっぱりあれだよな、閲覧がだって言ってもさ2時とかでしょ、2時半とかでしょ、見てる人いると思うもんね。前はもっとフォロワー少なくてなんか300、400とかブワーって言ったけどね、不思議だよ、なんか言うと思ってるんだな。残念ながら TikTok の方では一切バンを食らったことがありません。制限やばいよ本当に。だってストーリーとか上げても閲覧何人だっけな、何千人とかだよ。びっくりするよ本当に。なぜそんなかっこいいんですか。この顔かっこいい。つい高岡さんもいいですね。お顔にそんなに違和感ないかな。肺炎だったんだよねずっと。もうだいぶ落ち着いたけど、咳だけは2週間ぐらい続くかなって思って。これもだから2週間ぐらいずっと看病だったんですよね。全国制覇の夢かなわなかったです。全国制覇したよ。自分の中の全国制覇は達成できましたよ。なんか TikTok とはまた別の感じでやりたかったのに TikTok みたいになってるから切ろうかな。ね、マイコプラズマ流行ってますね。マイコプラズマってなんか熟睡できなくない？子育てしてるとずっとソファーで寝る癖ついちゃったから、寝れたり寝れなかったり。そう、リスナーさん同士でさ、こっちはやり合わないで、なんかまたちょっと違う感じで見てください。ごめんね、ぼっち。はいはい、高岡さん聞いてください。まずは要件を言ってください。一発回答
気づいたら外明るくなってること最近多いですね。最近何ヶ月か前からだいぶ早いですね。めっちゃ働いてるんですね。1ヶ月で離婚しました。離婚できました。なんかあったやん。地上波のドラマ出たいですか？全く出たくないですね。おやすみみち、ありがとう。CO2 視聴したの、あれ声かけてこない。おもろいな。みんな潜んで見てくれてる。コメントがないな。一切ないですね。パッチギまだに何回も見てます。かっこよすぎてありがとうございます。前に無理やり離婚させられたと言ってましたが、脇が陰菌水虫の人と1ヶ月で離婚で、内縁の旦那と元さやに戻れました。すごい話する。今は幸せに暮らしています。素晴らしい。地上波のドラマとかで演技してる時って楽しかったですか？楽しかったよ。全然楽しかった、インスタのサブスクってどんな感じですか？応援してくださいってことじゃないですか？インスタっていうのはさ、すごいさ、情報をさ、自分のさ、私利私欲のためじゃなくてさ、なんかこう、誹謗中傷、ザリ暴、何？ザリ、なんていうの？高岡さんに早く報告したかったんですよ、心配で。いや、もう自分のことで精一杯でした、俺は。なんか静かだな。高田さんじゃないもん、もうノリが違うんだよな、インスタって TikTok と。駆け出しですが、これからたくさん応援したいです。ありがたいですね。あ、サブスクの話ね。そう、なんかこうワクチンのこと言ったりさ、政治系のこと言ったり、自分がさ、いいかっこしいのさ、なんかこうキラキラっとしたインスタ、どこで何やってるみたいなさ、インスタでもいいのかもしんないけど、なんかこう時期的にさなんかこう、だろうな、本当に次の世代とかに伝わってほしかったからさ、こう言ってたけど、なんか損することばっかだったからさ、なんか感謝してる感謝してるって言ってくれるんだったら、なんかこう自分の応援してるっていう姿を見せてほしいよみたいな。まあまあ俺だって子供いる中でやってんだよみたいな、だけど言われるのはもうなんかこう
なんつうんだろうな、すごい暴言みたいなのとかもものすごい多かったし、だからそういう部分でサブスク入ってくれたら1ヶ月でもあなたのこと応援しますよって、応援し続けますよっていう形なのかなと思って、めちゃめちゃありがたいなと思って、今入ったらお顔びっくりした。もう夜はこの顔なんですよね高岡さんのストーリーいつも興味深いです。みんなのための発信、それに気づかぬみんな、本当だよ。だって友達とかだってそうだけどさ、マジで俺さんざんあげてるけど一切あげないからね。まああげてくれてる人もいるけど、マジで一切あげない。あれじゃ無理だわと思ったもん俺。マジでチラッとでもさ、なんか触れてくれたりとかしたら一人ずつ興味持てるのかもしれないけどさ、みんな保身だからさ、自分のことしか考えてないからさ。でもこっち向こうからしたら、なんかこっちの方が自分のことしか考えてないっていう行動なんだろうねきっと。自由にやってていいなみたいな感じなんじゃないの。いいなじゃなくてそうしろよって感じだけどね。お腹すいたな、寝れんのかな今日これ。目覚めたら早いのに日本人は気づかず操られているね。確かに目覚めたら早いですよね。目覚めたら早いけど、まあこんだけ本当に何だろう、戦争する国がねあるのに何にも言わない国っていうか、原爆2発の国が、戦後80年弱の中で79年、これアメリカが手放すわけないもんね。勝った国がそう簡単に、そりゃいろいろ実験させたくなると思うよ。俺らはさ猿でいいんだよ奴らからしたら。戦争とかあるんですかね、どう思います。俺はもう巻き込まれてんじゃないかなって思ってますけど、今の時点で。そりゃアメリカの運が施設だね、130カ所以上あるんですよ。やばいっすよね。私発信し始めた頃、高岡さんをインスタで知って発信されていることにめちゃくちゃ感動しました。素人でも躊躇するのに震えるほど感激した感覚、今も忘れられません。ありがたいですねレイさん、本当に。発言するって多分みんなにとってはすごくハードルが高いんでしょうね。それは何でなんだろう。
嫌われるかもしれないとか、後ろ指刺されるかもしれないとか、噂されるかもしれないとか、まあ確かにね、もう気にはなりますよね、最初ね。なんかドキッとはするかもしれないけど、でもこの人たち何にも保証してくれないんだもんな。本当に何の保証もしてくれない。だから守ってもくれないの。好き勝手なことは言えるけど、自分の意思でやっぱりその人たちも動いてるわけだ。何の保証もしてくれない。お腹すいたな、マジで。本当に腹減った。これが世界では拒否してるのに、日本では10月からニューワクチン接種をし進めること、不信感しかない。これはテレビで言ってるんですか？レプリコンね。日本は一旦めちゃくちゃになっちゃえばいいんだよって、そうなってからじゃないとみんなわからないんだよって思ってしまいました。そういうのも思いたくもなるよね。ただでもやっぱり反対じゃないけど、なんつうの、テレビしか信じてない人たちっていうのは多分あっという間にいなくなっていっちゃうのかな。そしたらどうなるんだろうね、世の中。テレビがもう使えないツールになるわけじゃない。だってテレビを今度信用してない人たちの割合の方が増えてくるわけだから。でも間違いなくテレビに毒されちゃってる人たちっていうのはあれだよね、いい影響を受けないで過ごしていっちゃう。食品にしても、まあ身の回りの日常生活を使うものにしても、本当にトイレットペーパーからね、細かい生理用品だとか、油だなんだ、シャンプーだなんだ、ボディーソープだなんだ、全部水、家族団らんの CM の映像を流されてたら、みんなそれ信用しちゃいますもんね。おかしいことをおかしいと発信する。
大雪の怖い人たちが陰謀論だのネトウヨだのレッテルを貼って蓋をしようとする。でもあれだよね、なんかこう言われた方も別にもう気にしなきゃいいんだよね。なんかそんなことをいちいち気にして、なんかそっちのなんかこうフェーズに行っちゃってるところがもったいないっていう感じしますけどね。とてもどうでもいいことで、なんかそっちのエネルギーに引っ張られちゃったらめんどくせえって思っちゃいますよね。コロナワクチンを5回打った父に10月以降は何も打たないでと全力でお願いしました。5回も打ったんだよね、すごいよな日本って。お父さんははいそうだねって言わないよね、多分きっとこれこのままだとね。えまた CM とかで流れ始めたりとかさ、なんかこうメディアで何々が今度流行ってきましたって言って、じゃあ今度ワクチン打ってくださいって言ったら、みんなそれワクチン打つでしょきっと、何も考えず。怖いよな本当に。8はもう見ない、あの発言から13年前ですね。13年前、俺が29歳の時、あっこから干されましたね。今42歳、なんか30代思いっきり芝居してみたかったけど、もうほとんど芝居しないで終わっちゃったな。もう自分の違う世界で生きようと思った。自分はもう自分の世界で生きようと思った。だから別に政治的な発言してるとも思ってないし、当然考えなきゃいけないもう一つのヒントというかをどん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 人が出していくべきじゃないのかなみたいな。何言われようがいいやみたいな。必ず覆る時代、時は来ます。もう近くまで来ている。それはまあ間違いないでしょうね。まあどっちみち時代は変わりますから。インスタのスレッド見てると子宮頸がんワクチンを打たせてる親多いですね。なんか言うと反ワクの意見なんかと未だに罵倒されます。日本人ってワクチンで病気が防げると思ってる人本当に多いですね。何の刷り込みなんだろうね。確かに生まれた時からだからね。だからその母子手帳の段階からやっぱり狂わされちゃってるんじゃないですかね。母子手帳が何のためにあるかとか、ね、そんなの深く考えないですもんね普通ね。ワクチン打ったらなんか治ると思うじゃないですか、いろいろ。桃鉄とかやってるからね、ワクチンはいいってなっちゃってるんですかね。でもテレビ CM でもやっちゃってたからね、テレビ見てる人が多いんですよ、とにかく。テレビが全てだと思ってる世代たちがいるじゃないですか。テレビが嘘をつくわけない、新聞が嘘をつくわけない。いやいや、新聞こそ嘘をつくし、
テレビこそ嘘をつくじゃないですか。まずでも本当に CM 見たら分かりますよね。食品の CM とか何でもかんでもその添加物大丈夫って、この成分表示大丈夫ですかっていうものを結構やってるじゃないですか。やってるんですよ。でさっき言ったように家族団らんの映像を出されて、みんな食卓囲んで外になんかこう出てね、ニコニコ家族の映像を流されたら、こんなの別に疑う余地ないでしょ。いいものだっていうことは考えないかもしれないけど、悪いものだとは思わないですよね。からあれですね、脱却しなきゃですよね。発信疲れますが、すごい警告が入った。こんだけ戦争させる国ないでしょ。ファイザーの新 CM 今日やってました。高齢者に打たせたいのに。最初もそうだったじゃない、ワクチン、コロナワクチンも。最近小林製薬の見方が変わりました。おかしいなって。世の中ほとんど嘘に塗り固められていることを知り、途方に暮れています。最初はそうですよね。でもへこんでる場合じゃないですからね。へこんでる暇ないですからね。さっき一瞬止まりましたよね。まあでも言えることと言えないことっていうのがあるんですよ。言えることと言えないことっていうのがあるから、皆さんがいち早く気づいていくことだと思いますけどね。調べることをね、やめちゃうっていうか、やめちゃうとか気づかないというか、調べるっていうことを、ああ BGM なのかな、そっかそっか。そう、最初なんかラグがあるのかな。最初はさね、その CM のことだってさ、ワクチンだってお年寄りからつって、しまいにはなんか妊婦に赤ちゃんにとかって、もう大丈夫ですかみたいな。なんかちょっと寝れなかったけど寝ようかな。眠いのは眠いんだ、ずーっとマジで。みんなでも気づいた人たくさんいるでしょ。今の日本がちゃんと独立してやっていけるとは思えない。属国まず基地がさ、こんだけあるっていうのをね、考えないといけないですよね。
なんで戦争支援してる国がさ ね、まあまあいろいろありますけど、本当ですね、表明できることの見極めも刻々と変化しますね。こうやって同じ思いの人たちがいると知れると安心する。ああ、なるほど。いっぱいいますよ、そんなの。メディアというバスから下車して自分の足で歩まないとダメですね。あ、すごいですね。指摘。岸田のバカがゼレンスキーに会いに行ったおかげでロシアに敵国認定されましたね、完璧に。いやでもね、あの分かってるから大丈夫だと思いますよ、それは。あのこいつらがおかしいだけでっていう部分だよね。プーチンはそんなこと思ってないんじゃないかな。それこそなんていうの、仕組みを分かってる人だと思うから。沖縄に一時期住んで気づきました。16歳の頃です。アメリカの植民地なんだな日本って。なんかあったんですね、やっぱり。もう目の当たりにしたんですね。だって多分テレビ見てる人にプーチンさんしっかり考えてやってくれてるとか、まあ例えばね、日本に対しての思いっていうのをさ、これ放送してたら世の中変わってると思うけど、そんなこと言い出したらもうこの人頭おかしいんじゃない。だ例えばここにプーチンはいい人ですよね、プーチンはあれですよねとかさ、なんかこう書いてたら、多分ここの人たちみんな、え、やばい、なんかもうやばい宗教に来ちゃったみたいな思い出すだろうね。全くこう理解してない人たち。日本国民が団結して日本の子供たちの未来を守っていきたいですね。今日も他を見れてパワーをいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。レイさん本当にありがとうございます。だから伝え方とかもね、本当に気をつけないといけないし、今俺は TikTok やってるけど、そこで若い世代の子たちに覚えてもらおうと、あれも仕事だよな、本当に。もうどこのさ、例えばそこでアメリカ企業でしょとかさ、中国企業でしょ、トータルコータルとか、ブラックロックいるでしょとか、いろんなこと言われてもね、関係ないですからね。もう全部がそうなんだから、今こうデジタルの時代。確かに私はもうテレビなどの情報でプーチンは悪と思ってましたが、違うんですね。戦後からすぐに信念化して日本に爆弾落とした時に落ち着いて、特にここアメリカ人だとありがたかって。アメリカ人、そうね、アメリカ人、そうね。2,30年後、我々世代が高齢者と呼ばれる時代、日本はどうなってますかね。原爆の映像で十字切ったのはプーチンさん、アメリカは拍手、ね、オバマもやばいやつですね、本当に。これからの日本のために発信していきます。高岡さんの発信いつも共感してます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずなんかこう人に何を言われても別にいいと、そこがなんかこう正義だっていう風に、なんかこう人それぞれの正義はあるかもしれないけど、やっぱり
そんな強い思いを持ってる人っていないわけだから、まあいるんだろうけどいないわけだから、その人たちよりも思い強いんだと思って自信持って過ごしていく方がいいですよね。この人たちは何言ったって風見取りで、都合のいい時に手のひら返して、陰ではいいねいいねね、あんななんかことがどうたらこうたらとかって言うわけじゃない。もう気にしすぎ、自分は自分で、もうなんかこんなさ、なんかこう顔がさ、ある世代とかには知られてるさ、人間がさ、こんな嫌われるようなことなんでわざわざ言うの。もっとそれだったらカッコつけてさ過ごしてさ、いるよ。だけど違和感があるんだったら視聴者に伝えなきゃいけないっていうのも表側の仕事じゃないのって思うんですけどね。これすごい。そういえば2019年から日本って重度障害者の施設が新設できない指針できてたらしいです。知ってびっくりしました。こんなの調べないと全然出てこないんだよ。テレビでやらなきゃいけないことがやられないんだよね。放送できないんだよ。放送できないっていうか、制作側も多分苦しんでると思うけど、しちゃいけないのよ。もう悪いおじいちゃんたちはさ、早くもう隠居してもらってさ、隠居というかもういなくなってほしいよ。欲深いのよ、とにかく。どんだけ欲深いの。気持ち悪すぎる、いろいろ。よいしょ。またなんかこう、ポップな質問とかはTikTok に遊びに来てください。ちょっとインスタはあれですね、なんかこういう感じでやらせてもらってます。入所できなくて困ってる障害者の方々、今施設に入るのに5年から10年待ちだそうです。意味ないじゃんね、5年から10年って。高岡さんが知ってるまだ暴露してないメディアの闇ってあります？メディアの闇？暴露してないっつって言ったらあれだけど、そんなの言わない話なんていっぱいあるでしょ。日常の話だから、それわざわざ暴露って思ってないですからね。見くれちゃいけないことをたくさんやってるわけでしょ、メディアは。ありがとう、TikTok。日常の話、本当に単なる。で、なんか攻撃仕掛けられたりとかしたら、僕はあれです。って言うんだろうな、悔しくなります。さあ、言いたいことはたくさんあるけどね、まあ、そこだけになんかこうパワー使ってるのも、もう切ろうかな、 TikTok ライブ、 TikTok ライブじゃない、インスタライブ。みんななんかこう自分の守りに入って、ただこう見てるだけでコメントもせず、コメントしてくれた方たちありがとうございました。
あなたは最高の俳優なの間違いない。ありがとうございます。でもこんな悲しい世の中でも少しずつですが表で発信してくれる方も増えましたよね、ドラマなど。へえ、そうなんだ。へえ、知らなかった。表に出てる人が言っちゃいけないんだよっていう空気感やばいよね。でもそうしたらさ、その人たちもさ、もうそっち側なんだよ完全に。なんか俺は風見鶏、私は風見鶏って言ってるようなもんだよ。ずるいよな。でなんかひっくり返ったら思ってたーって言ってくんだよ。寝よ、もう眠くなってきちゃった。本当に眠かったんだけど。お子様はね、 YouTube も見なければ、様はあれです、ゲームもしなければ YouTube も見ないです。よいしょ。古典的な遊びをしてます。寝よ、マジで。3時17分だ。俺は3時間後に起きないと。眠い、マジで。ありがとう。みんながコメントしてくれないから寝ます。見てるだけでコメントしてこないから寝させていただきます。もうすぐ日が昇ります。お、こう好き。ありがとうございました。ご視聴いただきまして。明日はまた少し暑いよ。メディアより医者の言葉なんかより、みんな自分の頭で考えて行動するのが大事だと思う。本当だよ。わかる。ありがとうございました。4時間後にゴミ出し行ってきます。よく寝れそうです。おやすみなさい。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。俺ももう眠い。目が疲れた。TikTok ライブやってたんだね、さっきまで。もうマジでコメントが一切入らない。寝よ。寂しいな、やっぱインスタライブって。
近所の居酒屋に手作りのレプリコン禁止チラシを配ってもらいます。ここ勝負ですからね、本当に。君の母がコロナワクチン打つのか気になるけど、立場的に聞けない。なんで立場的になの？自分の身の回りの人たちがみんな影響するかもしれないの、ね、なんで立場的な。家族でしょうか。言い方考えて伝えたらいいじゃん。そういうふうにやって立場を気にするんだったら。言い方次第でどうにでもなるでしょ、説得するのに。ね、78人も見てるのに、私も悲しいだよね。本当だよ。京都大学でもハープの人が少しのハープから見てるので、そうですか、これ気をつけてください。あ、ハープね、うん。マッサージサロン経営してますが、レプワーク接種者の方、出禁にしました。いや、それはそうでしょう。先に言っとかないとね、本当にもうあなたたち無理ですよっていうふうに言っとかないと、なんでなんでっていうふうになるわけじゃん。疑問に思うわけじゃん。でもそういうことだよって言って調べ始めるんだよね。ホットペッパーではレプリコンワクチンの接種者入店禁止多いですよね。ねえ、それが出てましたね。みんなに影響してくることだからね。本当に知らないよ。本当に大変なことになると思うの。地獄絵図ですよ。私は2021年の接種開始の時、義母に前日に辞めさせましたよ。義母さんに勇気出して聞いてくださいね。職場にワクチン反対の T シャツ着て行ってます。外来通っていくので見てる方いると思います。おお、もっともっといろんなことの恐ろしさ、レプリコンに関しても気づく人増えてほしいですね。だからそういうさ、例えばそのワクチンについての何張り紙が貼ってあるとかさ、あのホットペッパーとかそんな話になってるってなったら、それはニュースにするよね、普通ね。そんな話題性あるので、ニュースにしないっていう時点で嘘なんだよ。全部出しても最近電車内耐え難い匂いに包まれることあって、うん、これがレプリコン始まったらどうなるんだろうって、本当恐ろしい。電車とか乗れないでしょ、もう。本当に知らないよ。本当に知らないからね、俺。大変なことになるからね。もう言わねって思ったんだ俺は。わかる。人は怒ることによって心が満たされるのではなく、怒ることをどのように捉えるかによって心が満たされる。自分次第で不幸にも幸せにもなれる。全ては自分次第。本当そうですよ。自分の心が決めてますよ。もうすでに治験始まってるから、電車怖いですよね。ね、だから本当にそういうの乗れってなっちゃうでしょ。普通に生活してくださいってこと言い出すでしょ。これだからもうみんな今から言ってるからだよね。電車乗りたくはないけどそういうわけにもいかないしなって、もうこれ今だんだんとやばいなやばいなって空気になってきたじゃない。じゃあどうしようって、外にも出れないじゃんって。いや、みんながワクチン打ちましょう打ちましょうキャンペーンに乗っかっちゃったからでしょっていう話でしょ。最初から違和感を持たず、同調圧力だなんだって、そういう人間の生き方見られてるね。
この人はなんかその人間の性質みたいの見られてるんじゃないですか。私自身その当時インスタをしてなくて3回ワクチンを打っています。旦那の身内は今現在誰もしてなくて、伝え方難しいですね。考えます。気持ちでとかじゃなくて、この人のだって癖あるでしょ、特性みたいなのあるんじゃないですか。だってこういう風にやって言ったら、あ、旦那さんと相談してみるのもいいですよね。旦那の道は今現在誰もインスタしてなくてですよ。すみません。まあ、インスタに頼ろうとするんじゃなくて、自分の言葉としてどう伝えるかっていうか、調べたことだってあるわけで、調べなきゃいけないわけじゃない。だって何でも人に聞こうとするから分かんなくなっちゃう。さっき言ってこの人じゃなくてね、全国有志医師の会検索してもらうのもいいですね。ほらみんなこういうのやって言ってくれてる人いるのよ。自分の中で選択を誤らないで、日本の和食、発酵食品などで食べて自己免疫高めて自分を守れるようにしたいです。孫は優しいですね。子供のプールのいい習い事もやめさせようと考え中って、考えてる間に時間をどんどん過ぎていきますからね。寝ようかな。マジで寝る、一瞬で寝れそうだ。私、北参道で若い男2人に追いかけ回されました。同日、遊戯で若い女性が男に頭を切りつけられました。で、その現場を教えてくれと渋谷警察管轄の派出所で尋ねても教えてくれない。先日仲間で、これどういうことなんだろう。その現場を知りたいからってこと？そこの道を通りたくないからってこと？どういう意味なんだろう。ごめん、理解力がない。先日仲間でレパックを周りに打たせないようにするには何を伝えればいいか、ズームで話し合いました。レプリについて理解してない人が本当に多い。テレビでやらないんだもん、だって。テレビでやらないから。あ、警察も当てにはなりませんって、そういうこと言ったよね。不良外国人は取り締まれないんだもんだ。日本の警察は。あ、そうよね。その事件と自分を追いかけ回してきた男2人が同じ人かどうか知りたかったので、いや絶対そうでしょ。それはそれ大前提じゃない。
で、それ犯人を聞きたいってこと？犯人は捕まったの？男2人っていうのは切りつけられたっていうのは。あ、末端の警察官の対応がおかしいとか。なるほどね、最近警察の不祥事が多いです。あ、まあまあまあ昔から多いけど、それがどんどん増えてるってことだね。目に見えて外国人捕まえて世間的にそうなってますね。なぜだ、世界的にそうなってます。治安どんどん悪くなってます。外国人職務質問したら頭をアイスピックのようなものに刺される警察の方がいたようです。荒れてるんだよ、多分。だから本当に荒れてるんですよ、世の中が。おかしいじゃない、なんかニュースが。よし、切ろう。おやすみなさい、皆さん。ゆっくり寝てください。また会いましょう。またね。ありがとうございました。なんかどんどん普通に話聞いてくださいね、これから。ありがとうございました。おやすみなさい。あ、春だ。おやすみ。眠い、さすがに。おやすみなさい。